はい、では、バイオハザードリベレーションズ2、続きの方をやっていきたいと思います。はい、待ちに待ったバリー編ということで非常に楽しみです。Radio Tower. That's gotta be it. What are you doing all alone? Where are your parents? I don't have any parents. And I don't know why I'm here. I just am. She got you just like she got my baby. うん、この子も、ああ今はまだ切り替えられないんですね。一応プレイアブルなキャラなので何かできるんですよね多分。何ができるんだろう。とりあえずカラスとか撃ってみます。えい、あ撃てた。撃てちゃうんだ。この子は何をしてくれるのかな。なんとなくこっち来てるけどこっちでいいのかな。んー、どっから登るんだ。ん、こっちの方じゃないのか、あっちかな。あ、なんだそこか。 You're not scared of me? No, you're all right.お、結構バリーだと弾が手に入るのかな。こんだけ武器持ってて、ん？あ、虫か。おう。結構武器をいっぱい持ってますからね。これで。あまり使えないとかそういうのは勘弁していただきたいな。結構クレア編はなかなか骨太でしたけど。Natalia. Wow, what a pretty name. My name's Barry. Barry? That's right. Don't wear it out. I won't. いい子だね。また虫だ。やろう。この野郎。こいつは倒したところで何があるわけでもないんだけど。なんとなくいると嫌なので倒しておきますけど。特に何もないか。これ、ライトに何かアイテムとか反応したりとか。あるのかな。特にクレア編のモイラみたいにライトで照らしてどうのっていうのはないのかな。それだとモイラの存在意義がなくなっちゃうんですけど。Looks like this is the only way through. ああ、まあ単純に暗いところを照らすっていう形かな。そんな感じっぽいですね。いや、虫がいっぱいいるな。なんだこいつら。結構話によるとやっぱりバリーの方は戦闘に、まあ、特化してるというか、まあクレアほど厳しくないというか、まあ割と戦闘芸に近いという話はちらっと何かで聞きましたけど、組み合わせ、うん、まあいつものって感じですね。あ、え、グリーンハーブが3つになったな。そういうことなのかな。これモイラに渡せるかな。モイラじゃねえや、この子なんて言うんだろう名前。これをとりあえずちょっと渡しとこうかな。あ、ナタリアか。ナタリア頼んだよ。ピンチになったら回復してね。The monsters.
Monsters? なに不吉なこと言ってんのこの子は。まあいるのは分かってますけど。おお。危ない。よし、マグナムを食らえ。おお、さすが強力。でもたまねえな。強力だけどさすがに弾があんまりないので、そんなにバンバン使えないな。取っといた方が良さそうですね、これは。アサルトライフルとかは結構弾出るのかな。このハンドガンを出した時だけなぜかこうなんだリロードチェックをするんですね。ちゃんと薬室に弾が入ってるかどうかっていう確認をするんですね。ちょっとかっこいいですねこれね。大丈夫ナタリア。あ、ちゃんと来てるね。えらいえらい、いいぞ。わかるの？そういうの。わかっちゃう系？See them. お、これで、ほうほう、敵の気配を感知する。うん。しゃがむとより広い範囲を感知する。ほう。ほうほうほう。L2 で指さす、ん？指さしすることで発見できます。あ、しゃがむとアイテムが見える。ああ、なるほど。こういうことね。うん。ほう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 。なるほど。しゃがんでないと見えない。There's something ahead. Be careful. あ、この煙みたいなのが敵の気配ってことなのか。面白いな。あ、今切り替えられないんだ。さすがに攻撃はできないんだな。モイラみたいにバールのようなもので攻撃ってわけにはいかないんだ。これはよし。えい。おお、素晴らしい。いいね。ナタリアに切り替えると、ああ、この影に。There's something ahead. Be careful. うわ、3匹もいる。おお、いるいるいる。これはどうしたもんかな。ちょっとアサルトライフルでも使ってみようかな。うまくすれば不意打ちとかできるか？うん、アサルトライフルなんかあんまり強いイメージがないな。なんだろう。うん、エンブレムをきちんといただいていこうかな。やっぱハンドガンの弾がそこそこ出るのかな。あとはオイルアイテム探してしゃがまないと見えないかな。どうなんだろう。There's something ahead. Be careful. なんだ。あ、静か。
回避がちょっと可愛い。あっ。でここは上にいるんだよな。ここはバリーで不意打ちができるかな。いけそうかん。うん、いいね。どう、アイテムどっかある？お、なんか一瞬、あ、たたたた、ピキン。あとあの壁の向こうか。あ、ちょ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 、待って待って、なんか来た、なんか来た。びっくりした。気づかれちゃった。結構なんだろう。結構とか言って何、別に何でもないです。どう、モイラ、モイラじゃねえよ、ナタリア。この辺にアイテムある？ない、ないか。あ、なんだ、壁越えなくてもここから行けたのか。あとは、あー、まだ結構いるな。ちょっとバリーライト消してみようか。あの壁の向こうかな。ちなみにこっちはどう？ないか、ないか。あ、でも、机の中に。おお。とりあえず、この辺はみんなバリに渡しとこうかな。3匹かな？壁の向こう、壁の向こう。結構敵がどこにいるか分かるのは便利だな。あいつは不意打ちできるかな。すっげえうろうろしてる。あ、でもこっち来ちゃうかな。ちょっと一回戻って、あ、ナタリア、もうちょっとこっち来て。ナタリー、そこにいる、見つかっちゃうよ。もうちょっとこっちおいでよ。来ないの？あれ、でも意外に見つかんないな。平気なのか。ああ、失敗。なんてこった。やばいやばい。ああ、失敗しちゃった。なんてこった。あとはあれは絶対だって動くでしょ。あれ、動かないのこいつ。どう、動く？あ、動かないんだ。あれ、そう。でもさっきモヤモヤはしてたんですけどね。え、持ち上げる？お、あ、これであそこ越えたりとかっていうことか。あ、今までのバイオシリーズだと、こう押したり引いたりっていうのはありましたけど、持ち上げるって初めてですね。なかなか新しいアクションですね。あれ、まだどっかにいるよね。ここか。この向こうはでも行けないなあ。あれ、逆から行くのかな。こっちから行くのか。
辺は特に何もないか。うん、これはもう行っちゃっていいかな。行っちゃって大丈夫でしょう。こいつは動かないのか。反応してるんだけどな。後でまたあれかな。Can you make it? Yeah. おお。あら、ナタリー、なかなか。この子もやっぱりブレスレットはつけてるのか。逆につけてないのはバリーだけってことか。この辺に敵はいなそう。わ、これ中に敵いるんじゃないのかな。いそうだな。大丈夫？ナタリー平気？うわ、いる。いるよ。え、石を投げる？そんな倒し方できるの？あ、すごい。ナタリ戦えるの？火薬って。石で叩くってまた新しいな。これはさすがにバリーじゃないと動かせないのか。Okay, all clear. You're braver than me. 素晴らしい。どう？ナタリー、なんかあるかい？なんもないかな。これは上から先に行った方がいいかな。敵の反応は特になさそう。ふん。ナタリーはちゃんと石持ってるんだ。あ、バールじゃないと開かない。ああ、こじ開ける系か。折り方もちょっと可愛いですね。うん、あ、ここね。はいはいはい。でもとりあえず何にもないんだよな。何にもないですね、当然ね。うん、はい、まだパーツは何もないのでしょうがないんで。動く？もしかして。うん、まあ特に動かないか。石チェンジ。うっ、えいや。まあ素直にバリーで。おお、ハイズリゾンビ、ハイズリゾンビ。すごいハイズル。あ、すごいハイズル。お、元気だな。おお、すごい。うん、まあ、これは見たやつですね。あとは特に
アイテムはないか。石持ってる。あ、持ってるね。これ行っちゃって大丈夫かな。結構ナタリアでガンガン進んでますけど。あ、ここ。ここか。これ行けんの？うん、そうだよね。でもどうやって止めんのかな。違うところから行くしかないか。とりあえずちょっと他のところを見て回りますかね。でもどっか他に行けるとこあったっけかな。あ、でもあれか、鍵を手に入れてるんだよな。ということはなんかこの辺、お、石拾ったどうナタリー、この辺になんかアイテムないかい。にないか。向こう側から正常。ああ、またあれかな。ナタリーだけでどっか狭いところに入っていくしかないか。なんか音がしたような気がしたんだけど、気のせいか。あ、いるか。あ、あ、なんだあれや。There's something ahead. Be careful. Careful. There's something on the floor. あれ、ナタリア、石は？よし、ちょっと石投げてみようか。えっ。There's something ahead. Be careful. 出てきた。あー、なるほど。他にはあっちの方に結構いたりするのかな。ここには特に何もないか。エリアが変わっちゃうと石も、おお、あかんあかん、あかんあかん。してるっていう気もしますけどね。うわー、いっぱいいる、いっぱいいるな。 There's something ahead. Be careful. こいつはどう動く。ぽい、お あ、びっくりした。なんだよ。ああ、嘘。この野郎、やりやがったな。くそ、いるの分かってたのに。悔しい。うん、意外にアイテムないな。もうちょっとあっても。でもそんなにあれだな、思ったほど難易度は高くない気がしなくもないですね。こいつモヤ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 してるんだけど動かないのかな。おお、えいや、よし、バリー出番。
この野郎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 これいいな。うわ、なんか早っ。あいつ動く？あ、動くっていうか、ん？なんだ？これはいけるか？よし、ダッシュだ。こいつ後で絶対動くんだろうな。うわ、早えな。今！よし。大丈夫？来れる？あ、ここか。ここなんかあるのかな。なんか特に何もない気がしなくもないですけど、ここはこ、あ、でもなんかあるか、あるかな、あるか。それ以前にこれがあっていけねえな。やっぱ壊せないか。うん、まあ、特にでも何があるっていう感じはしないんだけど。お、アイテムがあるじゃん。これは、そっか、前回というか、クレア編で、本当は、モイラでも取ろうと思えば取れたのかな。これはいけない、いけないよな。なんかあったっけかな。とりあえずこっちはいいとして、まずはあのやっぱトラップを止めないと。なかなか仕草が女の子して可愛いんですけど。そしたらあとはどこだ？こっちから来たから、敵の反応があるな。いるな。ここはバリーで、よし、あれ、なんか、ああ、下とかにいるのが見えてるのか？ん？結構あるぞ。よし。よし、じゃあバリに渡すか。部屋の鍵か。火薬、あ、カラビンと組み合わせと爆発瓶か。へー、なるほど、そういう組み合わせもあるのか。ふん、まあ、なんかあそこにモヤモヤしてるやつがいるな。あ、でもこいつさっきのやつか。Be careful. あれ、じゃあトラップ
トラップを止めるのはどこで止めるんだ。あれ一周してきちゃったな。どっか行けるとこ、あここか。あれなんだこれ、足跡。ああ裏側。へえ、あ、え、ちょっと待って、この足跡何、これ大丈夫。あ、普通に止めれるんだ。ほう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 。 How'd I do? 素晴らしい。 You did great. 君は素晴らしいな。ここはもう意味ないや。これで向こう側の、どこだっけ。こっちじゃないな。間違っちゃった。こっちじゃなくて、あれ違うな。こっち行くとまた一周しちゃうのか。ダメだな。道を全然覚えてないな。なさいよ。手に入れたぞ。あ、火が出っぱなしか。そうか。そうか、そうだよね。これはどうしたもんだ。敵いるね。There's something ahead. Be careful. うりゃ。The monster's coming. うりゃ、おりゃ、おりゃ、おりゃ。硬いな。硬いっつうか。何回切ればいいんだこれ。でも探したから何にもないかな。おわ、来た来た来た。よし、お前にはこの石を、石を、石を、えいや。すっごい切らないと。すっごい切らないと死んでくれない。何にもないかな。一応ちょっとしゃがんで警戒して、特に何もないかな。まあモイラで探してるしな。何もない
でしょう多分。こっちに行くと戻っちゃうのか。まず2階をじゃあ見てくるかな。あれこの辺の扉が閉まってるな。 あそうか、ここか、ここの鍵か。よし、 Need your help. 小さな手。へえ。Need your help.なんとバリーの手だとでかすぎて動かせないとかそういうこと。よし、ついでにちょっとアイテムなんかないかな。なさそう、なさそう、うん、なさそうだね。よし、パーツゲートで、これで、おお、硬い硬い硬い、うそ、何、なんでそんなに硬いのさ。わかったよ。硬っ。硬いな。敵が思った以上に硬くてちょっとびっくりしましたけど今。ハンドガンだと厳しいのかな。足跡は一体誰の足跡？ふむ。なんだろう。なんかちょいちょい足跡が。こんなところか。じゃあちょっとこの足跡を追って、よし、ちょっと弾ください。あ、でもここはナタリちゃんといけないのか。じゃあナタリお願い。うわあ、足跡がつながってるな、つながってるか続いてるな。え、これ大丈夫？行って平気？でも行くしかないな。ネズミ。うわ
これ大丈夫、こんなのバリーから離れちゃって。ちょっと慎重に行こう。あ、これであれか、これを止めれるってこと？止めれる？あ、向きを変えればいいのか。止めるのは無理なんだよな。じゃあ向き変えるしかないな、これ。おお。素晴らしい。あれ？でも、あ、そうか。中に入っちゃってるからもう平気ってことか。うん、これでこっちから出てやれば OK ってことね。This place is seriously messed up. なるほど。これでも通信塔までもうすぐだな。あれ、これもうバリ編クリアしちゃうかな、もしかして。いや、でもそんなに簡単か。そんなにあっさり終わるかな。もう一波乱くらいありそうな気がするんだけど。You recognize any of this?No. Sorry. It's all right. Almost there. Still with me? Yeah, I have strong legs. そうか、そういえばここにはさ、入れなかったんだよな。ここに入ると何があるのかな。ああ、足跡あるじゃん。ベリー、It's locked. What do I do? You need to break the lock. See anything around there you can use? 使えそうなものって石？石くらいしかないよね。石で壊せるんだ。Good work, sweetie. あれでも通信塔ってここ通っていけばいいんじゃないの？ダメなの？通れないの？あ、壊れてる。あ、そっか、モイラが壊したんだっけ、そういえば。まったく、あの娘はしょうがない娘だな。よし、ちょっと慎重に行こうかな。敵の反応はこの辺にはないのか。なさそうだな。うん、アイテムも特になさそうだし。うん、なんだ、なんか赤く、赤いモヤモヤとしたものがある気がする。うん、なんだあれ。気のせい？あれ？なんかここに赤いもやがかかってる気がするな。なんだろうこれ。
別に何でもないのかと思って。あ、そういうこと。これがなんか隠しアイテム的なアイテム。うん、じゃあ他にももっといったのかな。開始して通信と M か、うん、はい。というわけで、お時間がそろそろいい具合になってきましたので、今回はちょっと、この辺にしときたいと思います。まあ、もうちょっとで多分バリ編終わるとは思うんですけど、続きはまた次回ということで。では